んにちは。なくちゃん、こんにちは。はい、前回はね、お腹周りと、足とね、ちょっと切ったんだよね。今日はね、お尻を切っていこうと思います。前一回でね、全部切れないので何回かに分けて切っていきます。今日はね、こうやってこういう感じで、はい、ちょっとね、足が立たないのでお母さんのお膝で足をちょっと固定してあげて、こう切っていきます。ね、ほりこりよっしゃ、切るよ。108から、もうね、バリカンでやるんですけど、ちょっとお尻傷つけないように。行くよ。尻切るよ。切れかないでね。やっぱりね、おむつしてますからね。で、排便もコントロールできないので、お尻はきれいにしてあげます。はい、お尻きれいになりました。続いてね、ちょっとこの辺切っちゃってみます。よいしょ、はい、光。ここはね、ちょっと長いところがね、ハサミでそれみたいにしていきます。ちょうどおむつに入るところ、尻尾のところもちょっとね、短くしてあげといた方が汚れにくいのでいいです。お子さんだね、サクタン頑張って我慢してくれてます。この辺も切っちゃおうか。お尻の毛ってなんかムートンみたいに密集してるっていうか、バリカンとかだとなんか歯が入らなかったりするんですよね。結構適当です。適当になんかちょっとね、床屋さんみたいな気持ちになってね、ずっと間違ってますよね、このやり方。身長って切れないので、こうやって地道に切ってあげてます。
くちゃスッキリしてきましたよ。辺もあの全部おむつに入るとこなんで、だいたいな感じで、ザクザク切っちゃいます。はい、どうかな？お尻、すっきりしましたこの辺。どうですか？OKかな？ちょっと尻尾短くしよう。綺麗になりました。はーい、はい、またね。変わりました。はい、こっち見て、ここ見て、変わりました。バイバーイ。今日もいい子にできました。今度はね、また別の日に体やって、また別の日に前足やって、別の日に、お顔やって、また頭やってって感じで、なんだかんだでね、全身切り終わると1週間ぐらいかかっちゃいますね。そのうちにね、またいろんなとこ伸びてきちゃうんで、結構ちょいちょい切ってます。バイバーイ。バイバーイ。あ、ちょっと待って待って。